知る人ぞ知る仲が良かった新選組大使、芹沢鴨と長倉新八。芹沢さん、あのやり方はちょっと好かんな。無駄だろうと思いつつも口にする長倉。他の相手ならともかく、口にした相手が長倉とわかると、芹沢は困ったような苦笑を浮かべたのではないでしょうか。新選組の2つの派閥、近藤派と芹沢派は互いに牽制し合い、ことあるごとに反目していました。長倉は近藤派の一人で、市営館時代からのメンバー。片や芹沢は芹沢派を率いる人物です。ところがこの二人は冒頭のようなやり取りができる間柄、互いの派閥は関係なく親交を結んでいたそうです。一体二人はどのようなことで気があったのでしょうか。今回は長倉と芹沢の知られざる関係についてご紹介します。長倉と芹沢の仲。長倉は清川八郎が呼びかけた浪士組に近藤勇らと共に参加し、京へと向かいました。京に向かう道中で、長倉は芹沢のことをやばいやつ、危ない人物と思ったのではないでしょうか。宿割りの際、芹沢一派が泊まる宿が近藤らのミスで抑え忘れてしまっていました。激怒した芹沢は、人々が行き来する道に大きなかがり火を焚き出してしまいます。迷惑この上ないことですが、これは近藤らの不手際。長倉も頬を噛むしかなかったでしょう。さらに芹沢は、ことを収めるために来た役人らに怪我を負わせてしまいました。自分が気に入らないことや、意に従わない者に対する乱暴狼藉。芹沢のエピソードはこと書きません。京都島原花街の揚げ屋、炭屋での暴挙もその一つです。宴席が設けられた炭屋の席上。宴も竹縄となった時、店の対応に腹を立てた芹沢が暴れ出しました。芹沢が一旦暴れ出すと手がつけられません。愛用の鉄線を振り回し、膳はもちろん、店内の食器や重機を叩き割ってしまいます。挙句の果てには、店主に7日間の営業停止を一方的に申し渡す始末です。この他にも、力士側に死傷者が出た大阪力士との乱闘や、金策を断られた腹いせに土蔵に放火した大和屋襲撃など、芹沢が起こした事件の数々。後ろ盾となっていた会津藩は苦々しい思いであったでしょう。組織的に新選組を大きくしていこうとする近藤や土方にとっても厄介な存在であったはずです。ただ芹沢を慕う大使が少なかったわけではありません。これは水戸藩出身ならではの経歴と実績に加え、大使として目の当たりにした芹沢の強さや豪胆さによるものでしょう。親しくしていた長倉も芹沢を慕っていたのでしょうか。いや、他の大使のように芹沢を慕っていたわけではなく、あくまでも好感を持って接していただけのようです。新党無念流という同じ流派であったことも理由の一つに挙げていいでしょう。加えて芹沢の実践を重ねた剣さばき、腕前に一目置いていたのではないでしょうか。剣術好きが高じて脱藩し、剣術修行の旅に出るほどの長倉は、自分は剣術の他に能はないと言い放つほどの人物です。芹沢がやばいやつ、暴虐無人な男であることを承知の上で、芹沢の剣術の凄さを素直に認めていたのでしょう。芹沢とて親しみ込めて接してくる長倉に悪い気はしなかったはずです。同じ流派の免許皆伝の男、ガムシンと呼ばれた長倉の強さは当然知っています。近藤派の一人と初めは警戒していたかもしれませんが、長倉の一本気な性格や剣術に向き合う真摯な態度を知るにつれて、親しみを覚えたのではないでしょうか。豪胆で親分肌の芹沢、筋の通った男気のある長倉、波長があってもおかしくはない二人だと思われませんか。
お酒さえ飲んでいなかったらね、とは頓書があった八木家の人々の段。お酒大好きの芹沢は昼間から酒を飲み酩酊していることが多く、八木家の方もほとほと困り果てていたようです。飲みすぎが原因でいろいろなトラブルを起こしていたのですから、少しでも控えればと思うのですが、ただ酔っていない時の芹沢は子供と遊び面白い絵を描いてあげる陽気な面を持ち、頓書で大使に稽古をつけるなど面倒見の良さもありました。また八木家の娘が若くして亡くなった時には進んで帳場に立ち葬儀を手伝うこともしています。かがり火の一件などで良くない印象を持っていた長倉もこのような芹沢の姿を見て、ほうこの御仁がねえと驚きつつも人格を認めていったのではないでしょうか。長倉と芹沢の親しげな付き合いは近藤や土方からすると面白いことではなかったはずです。少なからずそういう雰囲気はあったでしょうし、土方あたりは皮肉の一つも言ったかもしれません。しかし長倉は自分の信念を曲げない男、芹沢にもいいところはあると誰はばかることなく口にしました。しかしそんな二人に別れの時が来ます。国家的損失。文久3年9月16日深夜、酒宴で深酒をした芹沢は近藤ら数名の手により暗殺されます。酒に酔わせての襲撃は常套手段ではありますが、手だれの使い手である芹沢を警戒していたのでしょう。土方らは芹沢が深い眠りにつくのを待ち暗殺を決行しました。ただ土方や沖田らが刃を振るう中に長倉の姿はありませんでした。長倉は決行メンバーに選ばれなかったどころか計画さえも知らされていなかったのです。これは長倉と芹沢の親しい付き合いを考え秘密にしていたのでしょう。もし長倉に伝えていたとすれば当然反対されていたはずです。もちろん長倉としても芹沢の蛮行を良しとはせず、新選組のことを考えていたのは間違いありません。しかし長倉の気質を考えるとこのようになっていたのではないでしょうか。暗殺などせずとも俺が話をつけよう、もしダメだったらこの手で切ると。表面的には芹沢の暗殺は長州藩士の仕業とされ、新選組は近藤派が牛耳ることになります。芹沢の死を知った長倉は国家的損失だと芹沢の死を悼んだといいます。長倉、明治の世に何を思う。芹沢の死後、長倉は近藤体制のもと新選組二番隊組長及び月見師範を務め活躍。新選組の名が一躍有名になった池田屋事件では、沖田や藤堂が戦線を離脱する中奮戦、刀が折れても拾った刀で戦い4名を討ち取ります。鳥羽伏見の戦いでは決死隊を募り、西洋式武器を持つ新政府軍に刀一つで突撃する強胆ぶりを発揮しました。甲州勝沼の戦いで敗走後、近藤らと意見が衝突し自分の道を歩み始めます。精兵隊を結成し交戦、しかしながら会津藩の降伏を知り自らの戦いにも幕を下ろしました。明治の世に入ってからも剣術に生きた長倉は剣術師範として官主に剣術を指導したり、実現はしなかったものの日清戦争開戦時には抜刀隊に志願もしています。晩年の長倉は映画を好み、孫を連れてよく映画館に通っていたそうです。命長らえたおかげでこのような文明の不思議を見ることができたと感慨にふける長倉。近藤や土方らとの戦いの日々と同じく、かつて酒を飲み交わした芹沢のことも思い出していたでしょう。ある時映画館の出口でヤクザに絡まれることがありました。
長倉は鋭い眼光とともに一喝。老体とは思えぬ凄みにヤクザは思わず退散したそうです。長倉らしいエピソード、もし芹沢が見ていたら口元に笑みを浮かべて杯を傾けたのではないでしょうか。土方は私の友達だ。新選組と渋沢栄一、接点がないように思える双方が手を組み、幕府にあだなす悪党捕縛へと向かう。一度きりでしたが、渋沢は土方歳三ら新選組と行動を共にしました。今回はまるでフィクション作品のようなエピソードの幕末史の1ページをご紹介します。大沢源次郎の不穏な動き。御書院版の大沢源次郎が不穏な動きを見せています。300人から400人の不定浪士と組み、鉄砲なども集めている様子。この知らせが町奉行所から陸軍奉行に届けられたのは慶応2年10月のこと。首謀者と目される大沢は将軍直属の親衛隊である御書院番に身を置く人物。また御書院番となる前には幕臣で構成された京都見回り組で治安維持にも当たっていました。幕臣が謀反の動きとなればただごとではありません。真相を確かめ捕縛する必要があります。ただ相手は幕臣、町奉行所には旗本を捕らえる権限はなく、御書院番の上役にあたる陸軍奉行に話が回ってきたのです。ここで白羽の矢が立ったのが渋沢栄一です。当時幕臣となっていた渋沢は陸軍奉行配下の調べ役として勤務。この一件に対処するよう組頭から命じられます。もちろん陸軍奉行配下には渋沢以外の者もいましたが、元京都見回り組で薩摩とも通じているとの噂がある大沢に皆尻込みしていたのです。そこでかつて尊王攘夷の志士であった過去を持つ渋沢なら荒ごとにも慣れているだろうとの抜擢です。命令というよりも上司からのお願い、押し付けられた感もありますが、渋沢はお引き受けしましょうと答えます。もしかするとこの手の話はまんざら嫌いではなかったのかもしれません。なぜなら後に日本資本主義の父と称された渋沢も、若き日には神道無念流や北辰一刀流を学んだ剣の使い手、また志士時代には城から武器を奪って横浜外国人居留地を焼き討ちにしようと計画するなど過激な一面も持っていたのです。たださすがに渋沢単身では危険すぎるということで、新選組が護衛につくことになりました。大沢に関する情報の確認と新選組との打ち合わせのために町奉行所に出向いた渋沢は、ここで新選組局長近藤勇と出会います。今日の治安維持のため厳しい取り締まりを行う新選組の存在は当然渋沢も知っていたでしょう。組織を率いる近藤の様々な噂も耳にしていたはずです。ただ実際に会った近藤の印象を渋沢は次のように語っています。世間で思われているほど無鉄砲な男ではなく、温厚で事の道理がよくわかる人物であったと。思っていたよりも好人物であったというところでしょうか。二人は大沢捕縛の日時を決めるも、申し訳なさそうに近藤は告げました。本来ならば拙者が堂々すべきところですが、その日はどうしても外せない所用がありますゆえ、代理として副長の土方歳三を堂々させることにいたします。そこで渋沢は土方との初対面を果たすのでした。引き下がらぬ双方の主張。慶応2年11月の夕刻、
大徳寺に近い小料理屋の一室で落ち合う渋沢と新選組。黒い羽織姿で現れた7人の男たち。その中の一人が挨拶をよこします。新選組副長、土方歳三です。本日は、貴殿が大沢源次郎を球団に向かう件につき、御身の警護を陸軍奉行より命ぜられ、まかりこしました。物腰柔らかく、落ち着き払った口調の土方。陸軍奉行支配役、渋沢栄一郎。お役目ご苦労様。本日はよろしくお頼み申す。と、挨拶を返す渋沢。ここまでは良かったのですが、この後、渋沢と新選組の間で口論が始まります。大沢はなかなかに剣の腕が立つ。加えて、他の者も揃えるなど警戒もしているでしょう。こちらの手の者に様子を探らせているので、戻るまでに手はずを決めておきましょうと切り出す土方。これに対して渋沢は、手はずは無用でしょう。拙者が出向いて、お奉行の命を伝達いたすまでのことです。と応じ、確かに大沢以外に多数の者がいるかもしれません。それらの者が邪魔するようであれば、ご助勢お頼みします。とも口にしました。自分が出向き、ことの次第をはっきりさせれば済むこと。事実であれば捕獲するまでだと主張する渋沢。当然、護衛を引き受けた新選組は渋沢の言い分に納得できるはずがありません。渋沢の身に万が一のことがあれば、新選組の名にも関わってきます。いや、それは危うかろう、と大使の一人が声に出したのも無理からぬことでしょう。それでは御身を守りきれません。我らが捕らえた後に申し聞く方が万全では、と提案するも、渋沢はこれも断ります。大沢の所業はあくまでも噂に過ぎず、本日は事実を確かめに来たまでのこと。有無を言わせず捕らえるのは武士にあるまじき振る舞いであろう、と返しました。互いに役目に対するメンツもあるでしょう。渋沢と大使らの主張は噛み合わず、口論は激しさを増すばかりでした。これが最後とばかりに、渋沢が吠えます。道理が通らぬことを申すな。本日の御用は拙者が命を受けたもの。護衛のメンツを立てるために妨げるのならば、新選組の護衛を辞退した上で大沢のところへ出向く。渋沢と睨み合う大使たち。まず静まられよ。深みのある声が室内に響きます。それまでのやりとりを聞いていた土方が一喝したのです。諸君は渋沢様の言葉を何と聞いたのだ。私は渋沢様の申される通りにすべきと存ずる。我ら貴殿の御用の妨げとなることは一切いたしませぬゆえご安心ください。と土方は渋沢に語りかけました。土方は命がけで御用を果たそうとする渋沢に感服したのではないでしょうか。渋沢も御用を果たさんと思うがあまりの無礼にてご容赦くださいと謝罪。まずは一献と杯をあげ、その場の雰囲気は和らぎました。談笑の際に土方は、お見受けしたところまだお若い。いくつになられますかな、と渋沢に尋ねます。今年27歳になるという渋沢に、拙者よりもだいぶ年下ですね、と返す土方。先ほど見せた一歩も引かぬ大使らとのやりとり、5歳年下の渋沢の胆力に改めて感服したのでしょう。大徳寺近くの大沢の宿へ向かう一行、配置につく土方ら新選組の面々。しかし、大沢捕獲事件の結末はあっけないものでした。渋沢が陸軍奉行の用向きを伝えると、大沢はあっさりと幕に着いたのです。新選組が危惧した抵抗をすることなく、
神妙に幕についた大沢ですが、驚くことに噂にあった内容は一切行っていませんでした。私腹を肥やそうと京都に居残ったため、数百人の不逞浪士を集めているや薩摩と通じているなどのあらぬ噂が広がったというのが真相だったのです。渋沢や土方らの大立ち回りを期待していた方には肩透かしの顛末かもしれません。ただ尊王攘夷らの動きに幕府が過敏に反応していたことを示す一件であったと言えるのではないでしょうか。土方への思い。大沢捕縛事件の翌年に渋沢はパリ万博随員の一人としてヨーロッパに渡りました。帰国は明治元年11月ですので、土方はすでに他界。土方との出会いは一度きりということになります。ただとかく理論の立つ人は勇気がなく、勇気のある人は理論を無視する、君は両方いけると土方は渋沢に伝えたとも言われています。貴殿呼びしていた渋沢を君と呼ぶ、これは一気に距離感が縮まったことを意味していると言えるでしょう。よほど渋沢のことを高く評価し親しみを覚えていたのでしょうか。可能性の一つですが、大沢を捕縛した以降も顔を合わせ信仰を深めることがあったのかもしれません。渋沢の晩年、四男の秀夫が読み上げる本の中に新選組土方歳三の名前が出てきました。渋沢は土方の名が出てくる箇所を何度も読ませ、土方歳三は私の友達だと口にしたといいます。どこか自分と通じるものがあった土方歳三、あの日小料理屋で一献を傾けた後の談笑、共に大沢の宿へと向かった時間は渋沢にとって特別なものだったのでしょう。当時の情景を想像するだけでも胸躍るエピソードでした。近藤先生のためなら私は鬼にでもなる。先生はどうされたのでしょうね。お便りは来ませんか。肺の病で新選組を離れた沖田総司は、療養中に幾度となく死、近藤勇を気遣う言葉を口にしていたといいます。今回は幕末、若き命を燃やした沖田総司と近藤勇の師弟愛についてご紹介します。近藤勇との出会い。沖田総司は白河藩藩士、沖田勝次郎の長男として江戸の白河藩屋敷で生まれました。生まれ年が天保13年や天保15年などの説があるように、沖田の出生にはわからないことが多く、母の名前も不明です。合皮も同様で夏頃であったということしかわかっていません。2歳頃に両親と死別した沖田は母親代わりの姉に育てられていましたが、姉の結婚と出産を機に家を出ることになります。9歳の沖田は井上源三郎のつてで江戸市ヶ谷の天然理心流道場紫衛館へ入り、近藤修介の内弟子となりました。家事や雑務を手伝いながら修行に励む日々。同じ年頃の内弟子もいるはずがなく、本来ならば寂しい幼少期を過ごすはずだったでしょう。ここに近藤勇という人物がいなかったならばです。近藤は一人でいることが多い沖田に気軽に声をかけ、まるで弟のように接しました。沖田が内向的にならず陽気で人懐っこい性格に育まれたのも近藤の人柄によるものでしょう。当時の近藤が人格者、人間的魅力にあふれていたことは、初期の新選組を担う者たちが人柄に惚れて集ったことからもわかります。もちろん修行となれば話は別。後に四代目宗家となる者の件ですから厳しいものであったはずです。
それでも沖田は修行にくじけることなく食らいついていきます。姉から離れた寂しさを埋めるためだったのか、それとも兄のように接してくれる近藤との時間を大切にしていたのでしょうか。幼きながらも近藤先生と一緒に使命感を大きくしてみせる、そのような思いも抱いていたのでしょう。13歳で近藤と共に出稽古に赴き、17歳にして沖田は使命感塾頭を務めるまでになりました。沖田が持つ筋の良さに近藤は驚きながらも、その目覚ましい成長は嬉しかったはずです。何かあったら道場を譲るとまで近藤に言わしめたほどでした。沖田の稽古は厳しく、指導を受けた者は荒っぽくてすぐ怒ると口にしています。刀で切るな、体で切れと教えた沖田。実践を重視した天然理心流を体得した者ならではの言葉です。刀がないからといって戦場で敵が待ってくれるはずがありません。戦場で敵を倒す、生き残るために大切な心構えを沖田は伝えたのです。門弟たちが命を失わないようにする教え、厳しさの裏にある沖田の優しさが伝わってきます。剣術の型はもちろん、掛け声まで沖田は近藤に似ていたと言われています。普段はニコニコしていても修行となれば厳しくなる、この点も師・近藤とそっくりと言えるでしょう。沖田近藤の原因は、文久3年、二十歳となった沖田は近藤らと共に浪士組として京に上洛。身分浪士組を経て新選組一番隊組長を任せられます。新選組実動部隊の中でも一番隊は実力者揃いの精鋭集団。近藤が特に信頼し、東堂平助や山並圭介らの使い手を子供扱いした沖田の人選は当然とも言えるでしょう。また隊を率いて京の治安維持に努める一方で、沖田は暗殺や粛清に手を染めていきます。京の人々が困り果て近藤らがいさめても、自分勝手な振る舞いを改めなかった新選組初代筆頭局長芹沢かも、新選組を敵視し近藤を怒らせた大阪町奉行所与力内山彦次郎など、沖田は近藤らと共に暗殺しています。たとえ身内味方側であっても、近藤に恥をかかせる者、新選組の邪魔になる存在を容赦なく切り捨てた沖田。近藤にとってすでに新選組は自分の夢を叶えるものと言っても過言ではないもの。心から慕う近藤の夢を実現させるために、沖田は己の手を血に染めていったのではないでしょうか。新選組の名を一躍有名にした池田屋事件でも沖田は戦っています。しかし近藤らと共に池田屋に踏み込むも、戦いの最中に混沌し戦線を離れました。敵を倒した沖田が喀血し意識を失い倒れ込むという有名なシーンですが、この時の喀血は不自然という声もあります。沖田が老害、現代でいう肺結核を患っていたことには間違いありません。しかしながら喀血するほど病が進行していたとすれば、とても戦闘には参加できないはずです。加えて沖田は池田屋事件以降も戦闘に参加し、翌月の禁門の変にも近藤らと共に出動しています。これらのことから沖田が混沌した原因は熱中症によるものという見方が有力視されています。池田屋事件の季節は夏、捜索による疲労に加えて室内の戦闘で一時的な体調不良が引き起こされたのでしょう。沖田の老害発病は慶応4年の鳥羽伏見の戦いに向かう間に負傷し、大阪に護送される戦中においてという説が有力視されています。慶応2年に新選組を集団検診した御殿医松本良順が記した「
肺結核の者が1名いたとは、沖田のことを指すという説があります。加えて、慶応3年の時点で、沖田の症状は誰が見ても悪いとわかる状態でしたから、沖田は無理を押して、鳥羽伏見の戦いに向かったのでしょう。当然それは、近藤と新選組のため。むやみに人を惨殺いたしますので、と、まるで心を捨てた者のように評されながらも戦い続けた沖田です。近藤先生が向かうのならばと、苦しむ体を奮い立たせたのでしょう。たとえ近藤が、総司、無理はするな、と言ったとしても、やだな、大丈夫ですよ、と、にっこり笑って答えたのではないでしょうか。近藤との別れ、沖田の最後。鳥羽伏見の戦いの敗戦後、紅葉鎮武隊として甲府城に向かう近藤が沖田を見舞いに来ます。かつてのように気さくに笑い励ます近藤。幼少から兄のように慕った近藤の気遣いと別れの日に、沖田は声を上げて泣いたと伝わっています。近藤と一緒に行けない自分。思うように刀が振れない自分。普段は強気の沖田も悔しさ、悲しさで感情を抑えることができなかったのでしょう。病状は未だに回復しないまま復帰の見込みがない以上、ここで沖田の夢は破れたとも言えます。近藤先生と一緒に司令官を大きくしてみせるという夢はいつしか近藤先生が望む新選組のためにと変化していった沖田の思いは道半ばで閉ざされてしまったのです。甲府へ向かった近藤は甲州勝沼の戦いに挑むも敗走。捕獲され慶応4年4月25日に刑に処されました。御殿医松本良順にかくまわれ療養生活を続けていた沖田。彼に近藤がこの世を去ったことを伝えられることはありませんでした。沖田と近藤の強い絆を周囲の者は知っていたのでしょう。また、病との戦いで疲弊しきった心身をおもんぱかっての配慮でもあったのです。近藤の死を知ることのない沖田は、この言葉を口にします。先生はどうされたのでしょうね。お便りは来ませんか?と。病床にありながらも、最後まで近藤の身を案じていた沖田総司。近藤が世を去ってから2ヶ月後に、沖田の生涯は幕を閉じました。新選組、いえ、司令官時代から沖田の身近には近藤がいました。もちろん、土方や井上とも親しくしており、幼少期には可愛がってもらったでしょう。ただ、沖田にとって近藤との絆は特別なもの。師弟であり、兄弟とも呼べる間柄だったのです。空想がたくましくなりますが、旅立った先で二人が再び出会うことを祈るばかり。願望なれど、そのような世界もあっていいのではないでしょうか。